北条貞行は、鎌倉時代末期の北条氏金沢流の武将。鎌倉幕府第17代執権であったとする説も、ある。鎌倉幕府15代執権、北条貞明の着難。母は、北条と木村の娘。野豪を用いて、金沢貞行とも呼ばれる。鎌倉時代末期の倒幕運動の中で、幕府軍の将として、各地を転戦して活躍したが、 新田義定軍に敗れてこの時、父と同じく壮烈な最期を遂げた。権限元年生まれと推定されている。兄に、秋助がいるが、諸子扱いされているので、性質の長男である定行が弱子である。文法二年、表情集となり、引き付後万頭人などを務める。この頃に、出自は不明であるが性質を迎えている。またこの頃には、十五位下の以下と、 右バゴンの神の官位を持っていたとされ、文法2年の6月25日に表情集に弟子、関東武行を兼任した。12月には、引き付集五番頭に就任している。聖中元年9月19日、聖中の変が発生すると、11月16日に、六原丹大南方となり上落するが、この時に定行は五千機の軍勢を率いて上落した。は、以後、 執権短大として、京都の同棲を探り職務を遂行していった。上落して、わずか3日後に六条坊門井の熊から出火した火事を、進化している。火略4年8月1日に、越後守から武蔵守に転任する。玄徳元年より、父、貞明の根回しもあり、玄徳2年4月に、短大職辞任が決定し、7月11日に、正式に辞任して、 京都を出発した。鎌倉に帰還した後の7月24日に、引きつけ一番当時に任じられる。現行3年、昭郷2年5月8日、日田吉貞が沖を脱出した、後代醐天皇に呼応して、上野神殿省の幾の神社で挙兵すると、10日に幕府軍の大将として、防衛のため下宇佐下神戸総を目指して新発し、六浦省で軍勢を整えたが、 武蔵鶴見川付近で、吉定に組みしたいとこの千葉貞谷や小山周朝の軍勢に敗れて鎌倉に引き返した。鎌倉に戻ると鶴見の敗戦より軍勢を再編成していたが、須崎の戦いで執権の赤橋森時軍が、新田軍に敗れて壊滅すると、森時軍に代わって小袋坂を防備する。ここには、新田市の一族である堀口貞光に攻められ、 戦いは5月20日から5月22日まで激しく攻め続いたという。軍記物語、太平記巻、第十のおさらぎさだがお金沢さだゆきち死に事ちじにごでは、帝将軍は連戦で兵力が800人にまで減少し、自身も7箇所に傷を負ったため、北条一門のこもる東昇寺に撤退して、特捜の北条高時に最後の挨拶を行った。この時に、高時から、 それまでの忠義を称されて、六原丹大の両丹大職と相模の守護職を与えられたとしている。だが、当時の貞行は、引付け頭人一番の職にあり、また、六原丹大職もかつて在職経験があるため逆に、左遷に近い恩賞を与えられていることになる。それゆえ、太平記記述の両丹大職は、当時の著、佐田連書の記述から、六原丹大ではなく、 もう一つの意味の執権、連書を指し、連書には、北条持時がおり、一方で執権が、赤橋森時の戦士によって、空席の上京した武蔵守から、執権のほとんどが任官する、相模神への移動により、執権に任用されたと解する説がある。その後、貞行は、メイドへの思い出になるでしょうとご教書を受け取って、戦場に戻り、 日田軍に対して突撃を敢行し、着難のただ時ら多くの金沢一族と共に戦死した。その最後は太平記に壮烈な描写で記されており、高時から与えられた故郷書の裏に、捨てる和が百年命方向追立音と大文字で書き、それを鎧に引き合わせに入れた後、敵の大軍に突撃して打ち死にしたという。その姿に、 敵味方問わず感銘を受けたとされる。日付イコール旧歴。ありがとうございます。